アンマイナス38、マイナス38アンマイナス38は、ウクライナの OK アントウノー記念航空科学技術複合体で、開発された小型、多目的輸送機である。生産は、ウクライナ、ベラルーシ共和国、ロシア連邦の合同で行われている。北、大西洋条約機構で用いられた、ナト o コードネームでは、キャッシュと呼ばれた。 アンマイナス38の開発は、ソ連時代末期の1989年に着手された。開発の目的は、当時すでに技術面でも、心理的アピール面でもすっかり旧式化していたアンマイナス28の更新であった。設計に当たったアントクアントウノーは、インドへの売り込みを狙って要求された25から30席型の旅客機として設計した。 1991年6月にはパリで開催された航空宇宙展示会でアンマイナス38の最初のモックアップが公開された。基本型となったアンマイナス38から100の初号機は1994年6月23日に初飛行し各種試験に入った。量産型アンマイナス38から100は2000年には 国際飛行許可証を取得した。アンマイナス38のデザインは、1000人気アンマイナス28のそれによく似通っていた。指示棒付き高翼式の主翼、水平尾翼端に取り付けられた2枚の垂直尾翼、機種部分の形状、エンジンの取り付けなどは、アンマイナス28のスタイルが踏襲されていた。その一方、機体は延長され、27名に増えた。 乗客数に加えて燃料搭載量も増加されていた。また、機内の快適さが改善され、騒音も軽減されていた。機体システムの改善としては、気象レーダーが搭載され、ナビゲーションシステムも改良されていた。また、低圧タイヤが採用されたことにより、悪条件の飛行場での運用性も向上していた。搭載エンジンには、 当初ロシア製のターボプロップエンジン TVD-1500 が予定されたが間に合わず、出力1500馬力のターボプロップエンジンである、アメリカ合衆国のギャレット社製 TPE-331 から14グレーン -801E エンジンが選ばれた。1995年、ウクライナ・キエフのアントク・アントウノート、ロシアのボシビールスクのナポチュカーロフは、 アンマイナス38の量産化に向けた合同企業、シベリアン島の不幸空気を立ち上げた。その後、この工場において、量産型アンマイナス38から100が生産されており、ウクライナとベラルーシュでは、構成部品の製造が行われている。アンマイナス38から100は、100の相性型から、そうとかとあだなされている。 アンマイナス38から100の生産と並行し、アントクアントノーでは、旅客機型となるアンマイナス38系の開発が行われている。この派生型では、基本型に比べ離陸重量が9.4トン増加されている。また、機内の居住性も向上されている。2001年12月11日には、シベリアア東ン不航空機において27席型の 近距離感染用旅客機型であるアンマイナス38から200の初号機が初飛行した。この発展型は、量産型アンマイナス38から100とは、搭載エンジンが異なっていた。ロシアのオンポバラーノフ製の TVD マイナス20から03、ターボプロップエンジン2機を搭載した。 アンマイナス38から200では、アンマイナス38から100に比べり陸距離が150メートル伸びてしまっているが、これは搭載される国産エンジンがアメリカ製のものより重量がかさむのに加え出力に劣り、1375馬力にしかならないためである。これに関連し、航続距離も若干減少している。アンマイナス 38D は、 アンマイナス38から100の空艇部隊用の輸送機として設計された。完全装備の降下兵の場合、アンマイナス 38D には22名が乗り込むことができる。部隊の降下は高度3000メートルにおいて速度170時速250キロメートルで飛行中に機体ビブの降下用扉から行われる。また、担架に乗せられた傷病者六名も輸送でき、 戦場における救急機としての活動が期待できる。座場の場合、9名の輸送が可能である。2006年8月の時点で、計6機のアンマイナス38が民間航空会社で運用されていた。その内訳は、ハンガルド航空、世界航空会社、東方航空の各社で2機ずつである。加えて、ウクライナ国家国境庁でも導入が予定されており、 従来のアンマイナス -24 やアンマイナス -26 に変わる期待として期待されている。フライトインターナショナル3から9オクトーバー2006。ありがとうございます。